ビーフのきっかけとなったのは1999年の MTV VMA でウィル・スミスのマイアミという曲のミュージックビデオがエミネムのマイネームイズを破って最優秀男性ビデオ賞を受賞した時に起こりました。この受賞スピーチですね、ウィルが言った言葉が、私は曲の中で誰も殺してないし罵ったこともない、そうやってここまで上がってきたというふうに発言をしました。まあこれにですねエミネムは敏感に反応しますよね。ザ・リアル・スリム・シェイディの中で反撃をします。ウィル・スミスはその返答として6年待って Mr. ナイスガイという曲を発表しました。今いいを過ぎるところだ、まあいいっていうのはおそらくエミネムのことですね。ナイスに返答したんですけれども、この時の対応がこの間の授賞式でもできてたら批判されることはなかったでしょう。